はい、えー、皆さんあ、ちゃんとこのレックのロゴが見えますね、大丈夫ですか。はい、えー、レック専任講師、弁理士の宮口です。はい、今日はですね、論文山ごろという講座ですね、面白い名前の講座です。これについてご説明申し上げます。まず、えと、このごろと山、ね、山ごろってなんやねんと。 まずねこの山は山手てですねええー、ちょっと俺邪魔ですねはいそしてゴロっていうのはですねゴロ付きではなくてゴロ合わせのああ語テクですねゴロ合わせとあのテクニックねええー「ゾナカ交代鳥地祖号」とかねええー「イホブ偏優別方鳥」とかねいろいろありますからねええー まずそのゴロテクの基、ね、礎、まあ、編みたいなのがあるんですよ。それがですね、えー、まずこのなんていうかね大きく分けて、えーまあ、これ、基礎編と言いますかねあちょっと赤の四角で囲みますけどはい、えー、1階から9階まであります。ね でまずあの特実特実はやっぱねボリュームがありますからね、まあ、4回ばかし、うんあのーまあ、手広くやりますこれね、あのー、一番大事なことはねなるべく穴がないことなんですよ。ねこ,うこれだって、まあ、山を張らないんだけどは外れたらほら元もともくもないじゃん。なるべく語呂手圏でね手広くやります。はい、そして次に あ衣,装はね、衣装と商標はまあ2回ぐらいでいいかなとねあ実際の本試験もね特実は200点だけど衣装商標は100点だしねあで商標も2回そうですね衣装商標で条約はね条約っていう科目はないんだけど、あのー、ちょこちょこ出るんですよその条約的な要素がね、うん、で皆さん特実は特実衣装商標はね イメージしやすすいと思うんですけどじゃあ条約編ってイメージできない人も多いやろでね例えばですよあの昔今は昔なんですけどね「混ん物語」なんだけどあの俺が受かったあたり平成10年前後まで条約の問題が出てたんですよ実は論文にえちょっと見せますけどほら。 これ山頃条約編なんですけどね平成12年の過去もちょっと見てくださいへ、えー、パリ条約における優先検証の手続きについて同条約の規定つまりパリ条約の規定と我が国特許法における規定を対比させて説明するいい問題で出てるでしょ昔あだからこれはね今でも生きると思うんですよその勉強する意味においてはこういうのをやっていくんですよ、ね、A ランクっていうことねまあ A か B ランクをやっていくわ C ランカーも何もつけないかあの飛ばすかしていきます。はい、でねあとね皆さんね昔ねいい問題結構出てるんですよあのー、これもね危ないなと私思ったんですよね平成10年にあーこういう問題が出てるんですねほらトリ i p 協定により可能な優先検証ねこれもねほら出たら怖いですよ ううどうですか皆さんパリ優先権とか国内優先権は強いけどトリップス優先権が出たらどうしますかおい。ね平成12年10年に出てたんですよこういうのをやっておくことでたじろがずに済むとね現場で出ても慌てふためくことなく対処できるとちゅうことになりますよ。でうう そしてね、あ今度はねその語呂テクあ条約ね条約はちょっと紫色で塗りましょうかね勝手なイメージではいで現場思考型一応問題ねこれはどうしようかなちょっと待ってね緑でいこうかああ現場思考型一応問題これはねちょっとあのほらあどういう問題が出るかなんだけどね あのー、あこれねホームページでより詳しく説明しますわちょっと待って、ね、こうすれば、えー、はい今のところこんな感じねあああのー、はいじゃあ、えー、PC 画面に移りたいと思いますはいこれ私のお、あのー、何ですかネットにおける講座の説明ですはいちょっとでかくしますねこれで大丈夫かなはい えっとね、私の講座の説明でねその現場思考型一行問題っていうのはよくわからない人もいるから説明しますよ。はい、まずですね、えー、これが単純な一行問題ほら商標法における登録主義について簡潔に説明しあ登録主義が採用されている利用のべ屋これは単純にですねその、えー、登録主義の定義を書いてですね そして登録主義が採用されている理由を述べるだけですから何もねこの大白ミスの使用がないんですよ、ね、青本に書いてある理由を言えばいいでしょ、うん、要するに現実の死を要求するとね、えー、その現実に使用した後に業務上の信用が加担した後にこに出願することになるけどそれでその不登録自由があることによって拒絶されてしまうと。ね それぐらいだったら、あ、事前に、えー、まあ、将来使用する意思があることを前提として。登録を認めた方が合理的なのではないかということで、登録主義を採用していますね。そう、我が国は使用主義は採用してない。ね。まあ、でも使用主義的な側面は採用してます。あと、平成二十七年パリ条約における優先権制度が、あ、採用された趣旨ね。 これもほらあのー、ね、まあ知識の問題で、えー、大白のミスのしようがないわね。えー、要するにその日本人が日本で出願する分にはな手続き負担はないけど外国人があ、あのー、ね他の国で、えー、手続き優先権証を手続きするとね言語手続き上の理由からね、えー、負担が大きいわけですよ。そこで あ時間的な猶予を与えたと、ね、1年以内に、えー、出願すればね大黒山寺にしたと、うん、扱う、えー、規定を設けたわけですつまりーもうちょっと端的に言うとね内国民待遇の原則っていうのがあるでしょねっ五二入りは五に従えっていうその内国民待遇の原則をねあ実行をしめるためにえー 時間的な猶予を与えたとそういうことですよ。内国民待遇の原則を形式的な側面からね実行をしめるべくその時間的な猶予を与えたとそういうことですよ。ね。はい。 で今度はね、えー、平成23年の商標法ですけどね、えー、でこれは現場思考型問題です、えー、いいですすいいか商品またはその包装にかかる立体的形状が商品あ物品の形状等と都市一証券で護される一方で立体商標としても商標権で護される場合があるが商標法がこれを許容する理由を述べようと。 ねえこれどうですか皆さんああこれあの立体商標の収支でしょうとこれは青本に書いてありますよとねあの保護のニーズ国際的調和を図る必要がある不正競争でも商品投票して表示として保護されているんだから商標法でも保護する必要あるじゃねえかって書いてるよねはい間違いです、ええ、なぜ間違いなのか これね許容する理由って書いてるんですよほら今私がね青本に書いてある理由付けを言いましたよ全部ね必要性の理由付けですよああ保護ニーズでしょほらニーズを日本語に直してごらんなさい必要性でしょ国際的調和の観点から必要これも必要ですね不正競争防止法で認められているから商標保存を認める必要ほら全然違うんですよだから大ハーミスです青本書くと。だから どう書けばい,いのか出れば答え教じゃあ平成20年商標法一条の趣旨を簡潔に述べた上で道場から導き出される商標権者の義務義務が果たされていない場合の不利益これももうね筋書きのないドラマというかあまあ一条の趣旨を簡潔に述べようぐらいですかね青本見てなんとかなるのはね、まあ、ただ何も思いつかない人はね <laughs> あの。 えー、法目的を書くだけでもねまあいいかもしれません簡潔だからねうんでそっから導かれるあ商標権上の義務って何でしょうね3つぐらいあると思いますよああそれからその義務違反に対する、まあ、不利益はね制裁というかね審判系の知識なんですよほらこういうその現場思考的な話をねあのしたいと思いますええー ただこれ過去問ですから皆さん実はねこれ過去問でしょまあだからちょっとねその実際に現場で教えるかあのレジュメとして一応か残しはするけどあの解説をつけないかちょっと後で判断する俺。というのはほら私の場合理想と現実という論文過去問対策講座も別途教えてますからねまあそちらの方ではやってますから。 まあ重複して解説するのもどうかなと思いますんでねただあのいずれにせよ最低限レジュメとして答えは載せますから、はい、まあそういうことなんですよ。ね、それからね青本対策はどういう意味があるかというとね青本の改定によって解説が変わった箇所は注意が必要ですで青本二十二判は令和3年改正を反映しますで、えー、条文は全く変わっていなくても解説そのものが変わっているところもありますから まあ、新しくなった点をこの回でね、くまなく取り扱うと、はい。で、また元に戻ってほしいんだけど、ね、あ山ごろのじょ条約編というのがあって、あのー、これですね、もう条約編、今日収録は済んだんだけど、条約の、はい、56ページっていうところなんですよ、ねまあ、講座取れば56ページ、条約編の。はい、ここにですね、窓プロ付録の4というのがあって、 マドプロ特例でで認められない手続きっていうのがあるんですねこれ私は現場ではちょっと付録のページが56ページとして確定するか分かりませんとか言ってましたけどまあ56ページになりましたんで自信を持って言うんですが皆さんほらこれちょっとだけお見せしますけどねああ出願の分割というのは国内実務ではできますけどあ,あの、えー、国際商標取さんではええー ででできないんですよで今までどういう理由でしたんちょっと俺もあのうろ覚えたけど今までのアホンはなんか国際登録棒状その認められていないからであるみたいなねそんな理由だったと思うんですよ。でも変わりますよほらこの理由付けは使えませんよもう。ああ不議定書の手続きのうては領域指定を2以上に分けあかつその出願日を元の領域指定のヒートをすることはできないからであるだったんですがもう使えませんよ。 あとね6 8用の23ってやつもね前はね国際登録においては同一の名義人のまま当該国際登録の対象である商品または益務を2以上に分割することはできないからであるっていう理由づけだったんですがもうはや使えません、まあ、最後の回でこれ最後の回っていうのはこの、えー、最新アウルフォン改定対策編ですね。えー あの青本って言ってるぐらいだから青で塗ろうかな、うん、あのちょっとどうでもいい話なんですけど今度の二十二半の青本ってね本当に青いですよへへ <laughs>、ええ、今までの青本ってなんか青本とか言いながら緑本って感じだったですよね本当に青本になりましたねまあそこも面白いポイントなんですけどねええ、まあそういうことであもちろん令和,元年令和3年改正 これ去年もね実は似たようなことはやってるんですが去年はあの改正本でやったんですよあ、うん、そのほら改正本ってあの薄っぺらい本が出るでしょね今回は青本でやりますやっぱね青本が出たら青本で書くっていうのが王道ですよさっき私がほら単純な一行問題って言ったじゃないですか単純一行問題ねこれはあの単純一行問題ってこの26とか27のような これはもう青本で書くか審査基準で書くかみたいなね。ある程度決まってるんですよ。書くことが、うん。で、その青本に書いてあることはやっぱり青本優先した方がいいです。他の。本で書いてある理由付けよりも。青本に書いてある理由付けをやっぱりあの第一優先順位とした方がいいですわ。え、う、え、ん。ね。で、あの、ということで全部で、ええ、十二回なんですけど。一コマあたり。 あー2時間なんですけどね、まあ、私がもうボランティアでプラス1時間ぐらい教えてますからまあたい3時間ぐらいだと思ってくださいねまあは早く聞きたい人はこう早巻きとかしながら聞くしかないんですけどねであとはあのそうですねまあ語呂テクっていうのはさっきも言ったように語呂合わせとテクニックなんですけどねああ まず担当に力を入れて、論文に力を入れてこなかった人におすすめです。あの、結局ね、あの論文をこう語呂合わせでイホブ編優とかね。企業権限とか、あの、本当にね、なんていうかね、論文注力完成講座とかあるじゃない。レックの入門講座のちょっと後ぐらいに始めるやつ。あれを受けてない人でもおすすめですね。うん、まあ、例年これだけ受けて論文突破したっていう人も大勢おりますからね。 はいで、必要最低限の型を確立しますよ。ようんうんで、あのー、これをね。身につけると流れの良くない。バータリ的な答案。うんからの脱却を図るんですよ。それでね。皆さん言っとくけど、受かった人たちも結局型に基づいて答案を書いて受かってるんですね。だから、その採点者にもその自分なりのこう型があるんだけど、まあだい私が使ってるような型でもって皆さん受かって。 あの実際にこう試験員とかになられてる方もいらっしゃいますからねまあだからそういう意味でね手紙で言うとほら全略とくれば早々とかあるじゃん背景とくれば敬具みたいなねだからそういうその一定の法則性でもってあの採点者も採点してますからねなんかその場当たり的な雰囲気の問わんってね受かりにくいんですよ。ねはい、で山ともねすごいですよ過去27年からこう分析していきますからね。 かるんですよこれはもう出る出ないにかかわらずもうやっとけみたいなテーマも分かってくるしね、うん、最近ちょっとここは手薄だからこ,これが出るかもしれんというふうにやっていきますからね27年にもうも、ね、資料の中から分析していきますからかなり精度は高いものとなってきます、はいうん。去年の山頃も結構当たってましたよね。はい で現場思考型一行問題対策はあ緑で塗りましたよねそうそうそう、ね、あとねそうですねトップバッターの問題ぐらいね教えましょうかねあの答えは教えないけどね、えー、ほら現場思考型一行問題対策編のレジュメですさあ問題1どのような問題が来てるんでしょうねちょっと見ますわおおこれ面白いですよ皆さんちょっといいですかほら 出願公開されることによって特許を受けることができなくなる発明について述べようとどうですかこれはあみたいな感じでしょうまさにこういうのが現場思考型一行問題なんですよどうですか皆さん何を書けばいいと思います分かる人は分かるかもしれませんけどねえー、面白いでしょこういうのにね対処していくんですよねええー まあ、そんなところですかねまああとはねえー、っとこれもね面白い問題です皆さんこれちょっとね面白いんですよ6番特許法上の利用について論述よどうですか皆さんこれ思ってもら、ね、いないような答えですよ多分皆さんが抱いてるようなイメージじゃない答案だと思いますええー、面白いですよこれうん まあそんな感じだねはい相当数こなしますよはいまあ少なくとも50問以上ありますそういう問題はねうんまあ講義では限られてるけどやれなくてもあの講義でやれなくてもちゃんとレジュメにつけますからねはいということで現場思考型一行問題対策ね大体わかったでしょただの一行問題とは違いますよというねああここにも一応コメント書いてますよねはい一応ほら あ、制度趣旨についてストレートに聞く単純な一行問題とは異なり、あ、出題者の意図に沿ってあ、書き進めていくタイプの問題です。あ、で現場思考型あ、問題が出題された場合、制度趣旨をストレートに書いても合格しないんですよ。さっきほら商標法の二十三年で分かったでしょ。あ、ね、あ、試験中にやっぱり現場で瞬時に 出題糸を見抜き、うん、で回答の方向をね決める必要があるんですよだからねだって5年とかやってる人にかなわんよその単純な知識の面では。そこで出題書の糸を汲み取り適切なあ回答を導くための講義これをね2回設けましたからね。うん で青本対策はさっきも言った通りねあ令和3年改正だとかねなんか司令となんか理由付けが変わってるとかね何、うん、かあの何気なく読んでみると気づくことがありますよ結構ああさっきもありましたね条文は変わってなくても解説そのものが変わってるとうんあそれからねこれあの言わないかんね判例マスターレビューね うん、これはあの時々いらっしゃるんですよあの判例全く勉強しないってそのためにつけますのであの付録的なものだと思ってください講座講義の対象にはなっておりませんつまり講義の会はないですよほら見てくださいねだとだはあの夏ぐらいにやってるんで判例の講座ねでもほら夏しかやってないから受けてない人も多いやろ でかわいそうだから一応その判例マスターレビューというね、なあの担当にしか出なさそうなやつはおミっとしますから、あのほら、えー、私が夏にやる講座の数よりは少ないですけどね、まあ論文に出そうな判例をあのえりえりすぐってやってます。ああね試験に瀕する爬虫の重要判例をまとめてオリジナルテキスト、重要判例の内容論文形式の 論問題を通じて理解でき答案の書き方のコツも分かるので即戦力もつきますあ要はね判例をそのまま紹介してるんじゃなくて判例を素材として私がね問題作りからこ,う解き起こしてるんですよ、ね、この判例だったらこういう問題になるんじゃないかというもう想定問題的な作り方をしてるんでいいですよ。と、えーはい、いうことであ、まあ、オリジナルテキストは講義で扱うやつね。 うん、そしてあの付録判例マスターレビュー80ね80個の判例ということです。えー、あとはねその料金が7万2,000だねあこれね割引できませんからねほら55ポイントとかねあの平,等平等の原則からね、うん、そして、えー、っとあの DVD はございません。 ご注意です。ウェブだけですゴールドウェブっていうぐらいだからねはいそれであの2023年あ7月31日まで視聴できますはいえー、なので在庫状況物流事情などによる申し込みから教材が届くまで 10日かから2週間かかりますから、ねまあだからあの今から申し込んでおけばちょうどいいぐらいにこう届きますよ。ね。うん。まあ2回に分けてますけどね。はい。こんな感じですので、まあ、今から申し込めばちょうどいいやんに到着しますから。であとねこの講座を受けたし人のまあ得点っていうかね、まあ、当たり前なのかもしれませんがね、あのー、これ私だけがやってる講座ですので質問があれば。 あの新宿エルタワーにあの、まあ、電話していただくか新宿エルタワー本校、ね、のホームページに連絡アドレスとか書いてると思うんであ質問ししてくれれば回答しますよ、ねえーまあ、コ,コールセンターにかけてもいいんだけどこれねあのなんかあれでしょ本文みたいなあの電話番号だからあの新宿エルタワーの,、ね、あの電話番号ちょっと調べてください俺暗記してないんで。うん あのメールも載ってると思うんでそっちの方がダイレクトですよ、ね、私もい,いますから大抵はいそんな感じですええー、あとあの裏面にですねあのー、ほら語呂の、ね、サンプルもありますけど最後にちょっとだけ見ときますかねこれはねあの「答案構成パターン侵害系あこれねズバリもう何ていうか役に立つのが出たんだよこれ。 えと令和2年の論文試験遺証法に問題にね「専務交渉」というやつ「専専無交渉」というやつがあるんですよ。ほら線線無、ねうん、でまあもちろん否認できるかどうかを検討するんだけど、あのー、これね否認できる場合もあるしできない場合もあるんですよ。珍しいことにこれ物品の類比が不明だからね。そう 必要否認できないっていう問題が多いんだけどで宣戦無故証ねはい宣証券えー、っと扇出丸はね残念ながらこれできません問題文直書きよりああ直書きっていうのはほらあ,あ意外の出願を考慮しないね問題文に登場する原告の出願以外の出願を考慮しないから扇出丸実試験ないわでなんかね出願前から実施しとるんでまあ向こうの抗弁できる可能性あるよねあ,あ で出願前から実施してれば拘置症になる可能性もあるから拘置症の公弁もできるわね。うん、でなんか無効審判で相手方の遺書を取るを無効にすれば消滅の公弁もできるわね。ということで先々無効症のうちカッコ2のス水艦実試験以外これは挙げられるとこれいいでしょう当時のね受験生が言ってましたよもう先生の語呂合わせの先々無効症がね本ん役に立ちましたもう型でもう迷わないからね。うーん まあそんなじもうねちょっと他にもやってあげたいんだけどあここにさっきのねホームページにも載ってたよね現場思考型の問題とあただの一行問題の違いをね、あのー、指摘してますから大丈夫ですかはいじゃあこの辺で、えー、紹介を終わりますねとにかくねあのー、現場思考型一行問題弱い人多いんですよね だからその辺に強くなることが合否の鍵を握ると思いますからぜひ受講しなさいあと普通にね事例問題の方も身につきますからねはいそれではえー、2023年向け「論文山黒プラスの」のおおはプロモーションビデオでしたねそれではあ皆さんえー、ぜひ「論文山黒」を受けて 2023年の論文試験合格を勝ち取ろうではありませんかそれではお待ちしております。講義で、講座でお会いしましょう。お疲れ様でした。